こんにちは、ハイジーです。というわけで、相変わらず私、やっぱりね、コンビニ巡りが大好きで、散歩しててもさ、なんか引き込まれちゃうし、車の運転してても、あれ入りやすそうな駐車場だな、とか思うとさ、なんかこう、ハンドル切って、入って、お茶買って、そのついでに、コンビニの中をね、ぐるぐる巡って、あれこんなの出てますね、とかいうのがすごく好きなんですよね。で、なんか、常にさ、こんなのあるんですね系商品ってあるじゃん。こんなに言ってんのに毎回感動があるって半端じゃないなと思うんですけども、次から次へとね。でそんな中でね、ここ最近ね、セブンイレブンさん、これ限定わかんない、限定かどうかはちょっとわかんないんですけども、僕の中ではファミマローソンに行ってもなくて、セブンに行った時に偶然こんなのが売っておりまして、てりーん、なんと僕が大好き、ストックしてある率結構というかかなり高いトッポのトウモロコシコラボ、トウモリコというものが出ております。カルビーとトウモリコ、カルビー、トウモリコが大好きすぎて、トウモリコの美味しさをプレッツェルプラスチョコで作っちゃいました。この美味しさ体験してね、ということで、トウモリコとのコラボです。でこう伸びていった先にな、何もないんかい。あ、あるかもしんない。ちょっと待って。箱開けてみよう。これ多分あるぞ。待って。あるよね。この感じは、買って、箱開けて確かめてねっていうパターンじゃない？あら。え、ちょっとじゃあ、でもここに、切り取り線みたいなのあるんですけども、じゃあこう、なんか、なるべくじゃあ、この切り取り、あ、ちょっと待って。どうなる？ちょっと待って。この先に続きがないんかい。ありそうな感じで ないんだね。で一応これね、買ってまた次にセブン行った時に見つけたんですよ。でその時にさ、もしかしたら買っておいたやつが誰かに食べられちゃってる可能性を疑って、もう一箱別のセブンでも買ったよというくらい気になっておるということを報告されていただきますが、さあせーのとこう行きまして、はい、あ、そうだね。この違和感たるやですよね。ここが黄色いという。いただきまーす。あ、なるほど、美味しいです。あのこれね、あの中のプレッツェルの中のチョコの食感はいつものトッポと同じ感じで、あの本当にトウモロコシの香りがブワーって飛び込んでくるくらい、トウモロコシ感強いね。トウモリコの中からスナック要素を抜いて、コーンの味わい、風味だけを抽出して、この中に閉じ込めたということでよろしいでしょうか。で、今こうして喋ってる間にもうどんどん口の中でね、あの、ポタージュスープのさ、しょっぱさあるじゃないですか。あの感じが口の中に充満してきて、およそいつものトッポの食べた後の感じではもうないです。チョコレート食べた後感じゃない。これ塩っぽい何かを食べた後感。まあコーンポタージュ飲んだ後と同じ感じ。だからこれね、びっくり発明部分はさ、トウモロコシ味のチョコを作ったところがすげえなって思います。食べたことないよ、そんなの。チョコレートのトウモロコシ味が売ってたとして、多分ね、買わなかったと思うんですよ、僕。それが売ってても、いつも僕が求めてる感じ、チョコレートで求める感じじゃないよね、トウモロコシ味はって思うんですけども、それがプレッツェルに入ってさ、なんかこのパッケージで売られてるの見ちゃうと、あれ？気になっちゃうんですけど、っていう。なんか黄色い、なんか明るい色に惹かれちゃうみたいな自分がいて、ついつい買ってみて、よかったなと、いい体験できたなっていうお味でございますが、やっぱり年間通して食べたいのはいつものトッポだね。トッポに関しましては、いちご味とかもさ、ちょこちょこ出てきてさ、ちょこちょこってすみません言っちゃいました、よくないこと言っちゃいましたけども、出てきてそういうのもね、たまに買ったりするんですけども、やっぱり美味しいのはいつものスタンダードチョコレートでございます。はい、というわけで、ずっとね、正直言ってかじるときに
ポキンっていい音出そうと思ってかじってたのに出なくて、焦っていかにいい音出すかっていうことばっか考えて食べてたんですけども、最後の方やっと出たのでこれにてとりあえず一旦お食事は終了ということでごちそうさまでした。で、まあ近況報告のコーナーでございますが、私ここ最近この椅子に座っている時にもしかしてお気づきの方いらっしゃったかもしれませんけども、ここにさなんかマッサージチェアのなんかがついてて、ここにそのリモコンがあったみたいな、取り付けてたのをね、お気づきだったか分かりませんけども、それをねやってる時に作業をしながらマッサージしてくれるからすごいいいはいいんですけれども、やっぱり本来この椅子が座ってほしい深さで座れなかったりですとか、なんかマッサージをしたくない時の座り心地が全然良くなくて、逆にトータルで疲れてんじゃないのかなっていう気分になってきちゃってね。で、まあ結果から言いますと、ドクターエアのマッサージシートと椅子がね、よくお店とかでセットで売られてるんですけども、それを買った時にね、椅子いらないですって店員さんに言ったんです。それはもうこれがあるからこれにじゃあ敷きますわって言って、買って帰ってきちゃったんですけども、その椅子は無料だったんですけどもね、やっぱりあの椅子いるなと思って、もう結局これです。いつもねこれを僕の作業椅子の上に置いてたんだからさ、わかるよね、これ分厚かったりするからさ、結構ね邪魔、普段座るには邪魔なのよね、あの椅子に設置しちゃうと。だからこのくらいちゃんと深い椅子に設置するといいっていうことなんですけれども、これをさちゃんと買ってここに置いて、これごとね作業中の椅子にしようかと思ったんですけども、やっぱりねこう来るじゃん。でやっぱマッサージ椅子だから角度がこうなの、結局こうなってこうなれるような角度だったりするから、すごい、まあとにかく椅子の位置も低いし、作業するときにパソコンがこの辺にあるの、この辺見えてないか、まあこの辺こうだから超疲れ、こうしながらこうやってパソコンしてるからさ超疲れんだよね。だから結局やめてここに置いて、もう狭い部屋にさ結構このサイズの椅子がさ2つあって、こっちで、マッサージしながらこっちで作業するみたいなことになっちゃってさ、奥さんにさこれをねリビング持って行って半沢直樹とか見ながらさマッサージできたら最高じゃんとか思って提案したんですけども、リビング狭くなるから嫌だって言われて今ここになってます。で理想は本当はさこれに座りながらテレビとか見たりパソコンの画面とかでさ動画とか見たりできたら一番いいんですけども、ここに座った時のさ僕のさ景色が結局こういう光景で全く面白みないから、どうしましょうっていう風に今思ってます。あ、そう、でもあのグリーンのねカーテンの場所がもしかして、白いスクリーンになってなんか画面映せたら楽しいでしょうけども、そのためだけにカーテンの色白くするというのは見たことないもんね、壁白くてカーテンも白いないから、どうしていこうか試案中だったりもします。というわけで今日のコメント返しのコーナーでございますが、森信恵さんからのコメントで、私はハイジーさんより年を取っています、最近ハイジーさんの動画デビューしたんですがありがとうございます。ハイジーさんのような弟がいればどんなに楽しく毎日を過ごすことができるでしょう、これからも毎日の動画楽しみにしています、ということでありがとうございます。というわけでもうすぐ45歳になるっていう僕が弟だったらいいななんてことを思ってくれるなんてむちゃくちゃ嬉しいです。僕がいたら一番楽しいだろうなって思っちゃうのは多分ね本田圭佑さんみたいな方かもしんない。それはもう弟でもお兄さんでもどっちでもいいんですけれども、応援したいじゃん、わかりやすく応援できるっていうのはやっぱねいいね。スポーツ選手とか海外に挑戦してる特にねなんかはもう自分が普段からサッカー好きだからいろんな選手を知ってるとね、見たことあるというか、まあ知識としてある、その選手と同じ試合でサッカーしてんじゃんお兄ちゃんがとかいうのは多分すっげえワクワクするんだろうなと思いますし、毎週試合のたびに楽しみでしょうし、なんかベンチだったとしても今週ベンチかとかいうその悔しさなんかも一緒にね勝手に共有できちゃいそうな気がして、スポーツ選手の方がいたらなんかすごくね楽しいような、まあそんな軽はずみにさ苦労もあるよ、
そういう方々のご兄弟も、ただなんか漠然と夢があっていいな、自分がやれよって話になってくるんですけども、あとどうなのでしょうか、キムタク、木村拓哉さんのようなご兄弟がいたら楽しいかもしんないよね。ジャニーズの方とかは、兄弟にいたらこっちがさ、知らないこととか、ジャニーズの中のさ、実は養成所はこんな風になってて、こんな風にみんな切磋琢磨してて、ダンスの授業とか、授業じゃないからレッスンとかこんな感じでとかいうのをさ、聞きたいじゃん。どうやってみんなスタートしてね、養成されていくのかっていうのとかさ、すごく興味深いし、まあ、だからさ、それ軽はずみに言うもんじゃないんだよ。ご兄弟はご兄弟で、いろんな苦労があるんだよ。さっきから言っては反省するシステムになってるんですけども、ただ本当に完全に自分の頭の中を小学生に戻しての発想だという感じで、聞き流していただけたらありがたいと思っております。というか、この角度で撮り始めて戻すタイミングを失ったこともお詫びいたします。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。